お疲れ様です。6月13日朝9時半でございます。まあだいぶ暑くなってきたかなと思える広島県でございますが、今日もコインゲッコを考察していきましょう。まあ放送はしていませんけども、私毎日ね、コインゲッコチェックしてるんですよ。1日に何回となくチェックしてます。で、今回もいつもと同じように、私のチェックしてるね、見どころについてね、お話していこうと思います。 まずはこのコインゲッコを開きますとあ、ちなみにコインゲッコのね URL は動画概要欄にたまに貼っときますからね。そちらの方からあー、エグジットしてください。エグジットじゃなくてエントリーしてください。逆ですね。はい。で、一番最初に見るのは、この左上。今コインゲッコに登録されているコインがいくつあるのかってことですけども、なんと14,728コインというふうにね、どんどん増えてるということでございます。もうすぐね、15,000になりますね。 この放送を始めた頃はね、3000ぐらいしかなかったんですけどね。はい。で、取引所の数も今や1124に、まあ、倍増というか10倍増したって形になります。その次が、時価総額ですけども、こういった取引所、そして暗号通貨が集まってるコインゲッコでは、その総数はいくらぐらいの金額になるのかなっていうことですけども、これが今ね、409兆円ですね。マーケットサイズで言いますと、 370兆円が下で400兆円を基準にして430兆円が上という形で、えー、上下がね動いているという形になります、えー、つまり上下60兆円のレンジで推移しているってことなんで、まあ、今はね、まあ、中央よりもちょっと上ぐらいかなっていう感覚です、えー、ということでコインを保有されている方は、まあ、含みゾーンになっている方が多いんじゃないかなと思いますね で、えーと、ビットコインのドミネーションですけども全体の51.4%いたいビットコインっていうのは全ての暗号通貨の半分を占めてるというふうに言われてますけども、まあ、それはねビットコインはビットコインだけなんですけどもビットコイン以外のアルトコインが増え続けてるってことなんですよでもそれなのにもかかわらずビットコインのドミネーションがこれほどまでにね大半を占めてるってことはまあ、荒手の暗号通貨を手に入れた方も必ずビットコインへの交換は避けられないってことかもしれませんね その次なんですけども新しい暗号通貨っていうのがたいイーサリアムベースで作られているという現状がありますつまり新しい暗号通貨が出れば出るほどイーサリアムのドミネーションも増えていくということで先日まで15%ぐらいだったドミネーションがイーサリアム今16%になってますまあつまりねイーサリアムとビットコインだけでだいたい7割弱を占めてるっていうのがこの暗号通貨の業界だってことが言えますねはいここまで3分ほどで喋りましたけどもこのぐらいの オピニオンができればね、あなたも今日から立派な暗号通貨オタクでございます。さあ、それでは個別銘柄の方に見ていきます。はい、その前にね、注目のコインなんですけども、最近値上がりしたコイン、エーシル、ウェルシャルギーコイン、えー、ビリオンなどがあります。まあ、今のところ注目するには値しないかなと思いますけども、このまま行ってしまいましょう。さあ、409兆円の時価総額というと、全銘柄がね、このように 赤線で落ち込んでいるところ。まあ、まずはね、430兆円から下落しているその最中ですよってことが伺い知ることができるんじゃないかなと思います。多分、皆さんが持っている暗号通貨も、あれ、儲け減ったよねとかね、含み損になっちゃったよね、みたいな感じで見てると思います。だいたい430兆円になるとね、全員が全員、含み益を持ってるかなっていうところで決済する方が多くなるって感じになります。で、安い時ってのは、買いが集まりますんで、安ければ安いでね、あの、値段が盛り返していくんですよ。 だから370兆円ぐらいになると逆に仕込み時なのかもしれませんそこで含み益を取ることもできますねはい、えー、我らが体の70円を切っちゃった残念で、えー、柴犬なんですけども1月にお勧めして0.0014円以下で買った方目下3倍あたりをつけてるんじゃないかなと思いますので柴犬今年も見どころあったでしょうんまああとはねまあそれぞれの個別銘柄見ていただきたいかなとはいここまで 4分から5分お話ししましたけども、だいたい暗号通貨のチェックには、このぐらいの時間を私はかけているってことになります。で、ここからですね、自分の投資している個別メーカーの動向やニュースを見ていくってことで、おおむね1時間ほどね、毎日暗号通貨の方をチェックしています。はい、本日はじゃあ以上です。